さあ、来日中のベトナムの国家主席の表敬をドコメントとして生かしてまいりました。昨年、天皇皇后両陛下がベトナムを訪問され、また近年両国の首脳の往来が続いており、関係が極めて活発になってきております。今年はベトナムと日本が外交関係をもって45周年という節目にも当たりまして、民間も含めた幅広い交流が展開されている年になっております。新任であられますこの度のチャン・ダイクワン国家主席を国賓としてお招きをして、昨夜は宮中行事、晩餐会と行われ、今日総理との首脳会談が夕刻行われ、それに先立っての党の表敬の場となりました。国家主席からはこの今年の意義ある年、そしてベトナムと日本の交流の長い歴史を踏まえた重要性、また近年戦略的な二国間の関係が極めて重要になってきているし、また南シナ海における、海洋の秩序安定についても日本の協力を、こういう関係について政府と政府の間だけではなくて、やはり与党である連立政権を組む公明党の役割をに期待をしたい、そしてまた国家間の関係における政党間交流も深めていきたい、ぜひ公明党としてベトナムもできる適切な時期に訪問をいただきたい、このようなご意見をいただきました。我が党としてもこれまでのベトナムと日本の関係を踏まえながら、また党としてもいろいろなレベルでベトナムと交流を重ねてきたことも紹介し、例えば私と北山副代表は1991年7月にベトナムを訪問し、当時ドイモイ政策というこのベトナム社会主義に応じた経済開放政策を取り始めて間もない時期のことをお伝え申し上げ、そしてベトナムの総領事館が関西地域では堺市に唯一設けられている、これもまた御朱印船の貿易等の歴史を踏まえたその配置になっていると、まあ、そういうことも話題にしながら、やはり海を通じたこの自由で開かれた海を通じた両国の交流がお互いに繁栄をもたらすものであり、重視していきましょうと、まあ、こういうやり取りをさせていただきました。いずれにしても貿易のルールも高いレベルになり、また現況でベトナムから日本にいらしている方が26万人に上ります。また在留邦人、ベトナムに行っている人は1万6000人、2000社弱の企業の進出もあるという今日の活発な状況。ベトナム側から言うと、外国に留学する学生は日本に行く人が一番多いと、まあ、こういうことも伺いました。そういう設定を踏まえながら、今後この ASEAN の台頭するベトナムとの関係も党としてしっかり、保ってまいりたい、発展させてまいりたい、このように思います。以上、ご報告も兼ねて今日の重要な表現についてお伝えをさせていただきます。よろしくお願いいたします。以上です。